タタラルーです。その、私はあんまり前に出るのは得意ではないので、昔はスポーツとかいろいろやってたりしたんですけど、今はあんまり。それでその少し前向きになりたいなって。皆さんの足を引っ張らないように頑張ります。神谷理香、研究畑の人間だ。そんな人間がスクールアイドルなんて不思議かい？実はステージ一つで多くの人の心を動かすスクールアイドルに興味があってね。若さや情熱によって想定外の力が生まれるのだとしたら、それは立派な科学だよ。私の研究対象としての働き、期待しているよ。あら、こんにちは。篠宮あきるよ。へえ、綺麗な目をしているわね。警戒しなくても大丈夫よ。ちょっとした確認。私、人を見る目には自信があるの。あなたとならうまくやれそう。よろしくね。